小沢木彫美術館、小沢千春は日本の工芸家、彫刻家。正の、沢は、宅の旧事態のため、小沢千春とも表記される。長野県農民美術連合会会長などを、歴任した。長野県小さ型郡上川村生まれの工芸家である。初代、中村実のるの下で学び、主に木彫りなどを手掛けていた。長野県の、 農民美術運動の第一人者として知られている。長野県農民美術連合会の会長など養殖を歴任した。また、後継者や愛好者の育成にも力を注ぎ、木彫の流行に対しても影響を与えた。上川実業補修学校卒業。初代、中村実に弟子入りし、木彫など工芸を学んだ。 小沢を指導した中村は、農民美術運動を提唱した、版画家の山本家内に共感し、山本の主催する農民美術講習会に、第一期生として派生参事、山本の一番弟子となった。後年には、山本らと一緒に、中村も日本全国を回って指導するなど、農民美術の普及に尽力したことで知られている。その中村の訓当を受け、小沢も、 農民美術において、頭角を表した。太平洋戦争の戦火の中を生き延び、戦後は再び農民美術に注力するようになった。終戦直後の混乱期には、初代、中村実の下で、宮島十平、竹捨て和久、岸田陸さん、中村隆史らとともに、オルゴールのケースなどを手がけていた。また、独立して、ブローチや、ハンドバッグなども手がけた。 長野県の特産店では、市である初代ミノルと共に出品し、同業者をもうならせる力作を披露した。1975年には長野県上田市に木彫館を建設した。さらに、1989年には同じく長野県上田市に小沢木彫美術館を建設した。また、多くの更新を育成した。やがて、長野県における 農民美術運動を代表する人物の一人と目されるようになった。荒井貞雄の公認として長野県農民美術連合会の会長に就任し、組織の活動の充実に尽力した。その後、会長職を橋本千春に引き継いだ。なお、これらの功績が評価され、1984年5月3日には芸術文化功労者として長野県知事表彰を受けた。 1989年、上田市に小沢木彫美術館が設立された。小沢千春と小沢俊春の作品がおよそ1500点ほど収蔵されている。また、両名の作品以外にも、世界各地の木彫人形などおよそ1200点が収蔵されている。聖は、旧時代の小沢であり、小沢千春の作品を展示する小沢木彫美術館も、 旧字体の小沢表記を取っている。ただ、標準漢字表や東洋漢字表の導入により、沢は、卓の旧字体となったため、俗に小沢と表記されることも多い。小沢千春の息子である小沢俊春も工芸家として農民美術を手がけている。ありがとうございます。